収録3本目ということですね。まあ、あの配信回数と収録回数がバラバラっていう意図的にやってるんですけど、うん、まあ、今日はあの宇中美先生 の, あの森永親王愛であの割愛せざるを得なかったシナリオのところの解消をやりたいんですが、すいません、はい、その前にですね、あの私西浦博っていう人をですね、ボロクソン批判してるんですよ、うん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 、それと同時にですね、西浦さんを弁護せよとも言ってるんですよ、うんうん、っていうのはですね、あの今もう3回目の緊急事態宣言の真っ最中にこの番組やってますけど、うんうんうん、まあ、元をたどれば1回目の緊急事態宣言があるから3回目があるわけですね、うん、でもうだんだんそのなんであれをやったのかの記憶がすでに薄れ始めてますけど、うんうん、だから当然何のために今やってるのかも誰もわかんないんですけど、あの1回目の緊急事態宣言って当時全ての日本人が覚えていたことですけれども、西浦博という方があの何もしないと42万人死ぬと言ったんで、うんうんうん、日本政府の意思決定になったんですね、うん、で断片情報は今でもネットで拾えますよ、うん、でも西浦博士があのその根拠となる数式を公開したっていうのは当時、うん、ニコニコ動画だけなんです。あ、まずニコニコ動画が文章になるって普通の人知らないと思うんですよね、うんうん、ちなみにこれはあの明治43年の判例でもって、うん、あの動画があの文書となると、うん、え、明治43年に動画があったのかってね、うん、疑問に思う人は本買って読んでください、うん、まあ、とにかくニコニコ動画は文書なんです、うん、でじゃあその西浦博士のニコニコ動画が公文書か私文書かっていうと、うん、明らかに今私文書なんです、うんうんうん、でも西浦博士の計算式によってあの1回目の緊急事態宣言やったということは公の意思決定に関わってるんですね、うんうんうん、であるならば公文書公文書として、まあ、文書と文書の違いを読んでいただくとして、うん、とにかく公文書公文書としていずれは公文書として国立公文書館に未来永劫を、うん、あの残すべきだと、うんうん、つまり西浦博士はこういう根拠であの提言したんで日本政府の意思決定になりましたという歴史を国立公文書館であの日本国が続く限り、日本国がもしかしてなくなってもあの人類が続く限り残さなければいけないというのがアーカイブの考え方で、そこに実は西浦さんをつまりそあの西浦さんのニコニコ動画を国立公文書館に残すべきだということに関してあの価値中立なんですね、うん、攻撃する意図も弁護する意図もどっちもないんです、うん、ただあえてどちらなのかといえば弁護する意味合いが強いです、うん、逆にその西浦さん の, あのニコニコ動画の計算式を見てこいつの計算式にデタラメじゃないかという人もいるかもしれないです、うん、でもそれは研究の範囲、うん、逆に西浦さんは本当はちゃんとしたことを言ってたのに、うん、あの政府がつまみ食いしたじゃないか、うん、っていう風にな人も出てくるかもしれない、うん、でもそれも研究の範囲、うん、じゃあどっちがいいかっていうと今この状態で結論だけがネットで断片的に、うん、あの残ってる状態よりもきちんとした当時影響を与えた文書を公文書公文書として残すべきではないのかっていうのがアーカイブ文書管理の考え方なんですよ、うんうん、それはねやっぱり自分なんか盲点というかね、まあ、盲点というか、まあ、証拠が残ってるなっていうのは分かるわけですよ。でそれはその 公文書かどうかっていうことまでやっぱ考えませんでしたからね。やっぱりその先生がさはっきり一番最初の頃こうちゃんと定義したわけ、その政策に影響を与えたかどうか、はい、まあ、そういう意味で確かにすごい与えちゃったなっていう。そうなんです、うん、だ私は西浦さん個人にはいろんな意味で批判的ですけれども、うん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 、ただ彼があの、うん、彼の主張によってあの影響を与えたことは確かなので、うん、あの彼の根拠となる文書は残して、うん、あの攻撃する人もいるかもしれないけれども弁護もできるような状態にすべきだというふうに、うん、つまり、うん、どっちかといえば西浦さんがあの公正な弁護の機会を未来の歴史に対して残す権利をあの与えるべきだというふうに考えています、うんうん、それをやらないと実は西浦さんこういうことを言ってたかもしれない、うん、あるいはあの西浦さんはあの本人の意図と関係ないところで叩かれるかもしれない、うん、それは日本国の歴史にとって不幸なことだ、それは野蛮人の国だな、うん、文明国である以上西浦さんのニコニコ動画は国立公文書館で残すべきだ、うん、みたいなことを本編で書いてあるんですけど、うん、まあ、そういう活動もいろいろやっておりますけれども、うん、まあ、最初にねやっぱりこの旧国のアーカイブの最初にね、はい、やっぱりそれが出てきて、まあ、まさにその一番リアルなところから始まる、はい、ところが実際1年前にそういうふうに言われてたってことが意外にこう薄れてて今全然別の専門家がたくさん出てね、はい、いろいろ言ってるもので、
もう根拠なんだっていうと思い返すとやっぱそこなんですよね、うん、だから多分5年経ったら西浦博って人の名前みんな忘れると思うんですよね、うん、出てこないですもんね、うん、そもそもそしたら多分同じことまたやりますね。あこれゼロコロナ禍の派の人もウィズコロナ派の人も満足してない結果になってるわけなんで、うん、だからそれは将来の政策の検証ができない、うん、で中見先生が意味軸も証拠という言葉をおっしゃりましたけど、うん、まあアーカイブの世界では証拠っていう言い方するんですね、うんうん、まあそれが文書なのか文書なのか、うん、まあレコードなのかドキュメントなのかみたいな、うん、いろんな議論はあるんですけど、うん、とにかくそれは証拠なんだと、うん、だからおっかないのはね、おっかないというのはそのこれほどその正式なものでないかもしれませんか、まあ、まあこういう動画にしてもあるいは本にしても公にした段階でそれは証拠になるわけですよ、はい、だからその自分が言ったことをその修正しないでね、ええ、昔うやむやにしてしまうということを結構やってたけど、はい、本とかそういうものはそれが許されない世界ですよね。そうですね、うん、それでちょっと今のは前座で本題の方入りたいんですけど、そこの間の中間ですね、私ってですね徹底してですねゼロコロナ派を罵倒しまくってる人間と世間で見られてると思うんですけど、うん、じゃあ逆にコロナは風邪だという人に、うん、安易に組みしたかというとそれもない。申し訳ないけれども、うん、こんな人がコロナは風邪だっていうんで絶対この人とは一緒にされたくないなと。いやだって集団免疫すでに獲得してるって去年 の、 冬前にボロ儲けした人、うん、春になったら沈黙し冬になって感染拡大した時にもうなかったことをしましたもんね。だからそんな人とは一緒にされたくないし、でゼロコロナの人は基本的に私はバカにしまくってますけど、でもちゃんとした根拠でゼロコロナ言ってるんだったらその前提条件が違うだけなんで、うんまあ、その前提条件にのっとればそういう筋になりますねって、うんまあ、認められると、うん、だ自分の主張と違うからといって認めたくない、うん、みたいなことはやりたくない、それは科学的学問的態度ではないだろうという、うんうんうん、ゼロコロナ派でもちゃんとした人もいれば変な人もいる、うん、ウィズコロナ派でもちゃんとした人も変な人もいる、うん、そのちゃんとしてるかどうか根拠がしっかりしてるかどうかを見極めようと、うん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 、じゃあちゃんとしてるかどうかっていうのはどういう価値観に基づいて議論してるかであって、うん、その価値観の議論こそが自然科学でも社会科学でもない人文科学の元ですよね。でそれを私どこで覚えたかって当然歴史学と、うん、その前提となる文書学で覚えたんですが、うん、そこでですね前置き長くなりましたけど、なぜ宇中見先生この話するかというと、私と宇中見先生も イスラム教徒とキリスト教徒ぐらい中世特に鎌倉時代の理解に関しては違いますよね、うん、違いますね、相当違いますね、うん、つまりどういうことかっていうと、まあ、私は検問体制論といって、うん、京都大学を中心とした学派に多いんですけど、その朝廷とか既得権益の権威は強くて、そこから源頼朝は将軍に任じられただけであって、うんうんうん、実質的に独立傾向はあったかもしれないけれども、鎌倉幕府というのは朝廷の歌舞伎館、宇中見先生は東国政権論といって実質的に独立してたという事実を重視して、うんまあ、東大学派で強い考え方ですけど、まあ、形式的に征夷大将軍任命されたとかいろいろあるけれども、実質の方が重視すべきではないかという、うんうんうん、まあ本当キリスト教とイスラム教ぐらい神の定義が違うぐらいで価値観違うんですけど、でもそれぞれの中でまともな人もいれば変な人もいる、うんうん、っていうことですよね。結局その自分なんか見てても100点0点でないわけですよ。ないですね。それまあ根拠って必ずあるし、はい、でそれを否定するほどのものでもないだろう、うんまあ、だから例えばその検問体制論の人かとのね、その、はい、その東国政権論が、まあ、そのまさに神と悪魔みたいな戦争をやるっていうのは実はおかしくて、はい、私から見るとですよ、はいまあ、検問体制論もそれなりにいいじゃんっていう感じはあるわけですよ、はい、だ自分なんか見たら朝廷というものの権威をより権威として見るか、要するに権威と権力ですね、うん、それどこまで分離してどこまで一体化してるかって尺度の違いじゃないかなと思います、ねはいまあ、有名な教科書の鎌倉幕府1192年説が書かれなくなったって、うん、あれは東国政権論が強くなったからですよ、うん、検問体制論はもう1192年だけど、うん、なんか検問体制論が東国政権論に負けたんで、うん、今の教科書がああなっているという理解ですよね、うんうんうん、でも例えば検問体制論でもいいと思うのはね、基本的に言うと朝廷なんですよね、はいうん、ただその朝廷っていうのがその先生の出した嵯峨天皇以降かなり権威になった、はい、と権威になった後、まあ、藤原氏っていうのは軍事の体系持ってないし、院政っていうのも非常に微々たるものだったから、はいまあ、検問体制論の一環なんだけど、平家以降っていうのは一番その政権左右する軍事権を握ったということで、うん、より独立性が高まったっていうのが私の見方なんですよ、うん
まあ、保元の乱以降の傾向ですよね。でそうなんですね。だから、うん、いやそれだって検問体制論の範疇に入るといえばそうかなんですよ、うん、あの別にそんなにねその反論するべきことでもないなと。あともう一つは先生がイミジクも関東ね、その私の名前で関東派っていう、まあ確かに坂東人ですから、はい、そうするとやっぱまさかどこじゃないけどね、その悲願なんですよ、関東独立っていうのは。でもその辺のねやっぱり心情がね、うん、出てきますよね、はい、どっちにするんだったら、いややっぱり独立っていうか、うん、まあ最終的に支配しちゃったんだから、はい、いいんじゃねえかって鎌倉幕嫌いなのにそう思うわけですよ、はい、鎌倉幕嫌いなんです。嫌いです。嫌いだけど、はい、そこはいいんですよ。あの、まあ、矛盾してますでしょ。なるほど、うん、まあ、矛盾を、まあ、だから あいつは検問体制論だからダメっていうのは言わないし、うん、逆も言いこないっていうのは学問的態度で、だから今そのコロナ時代でこれが一番分断を生んでるなと、うん、コロナは風邪派とコロナはペストみたいなもの派と、うん、もう両極端に争い合ってて、うん、結論だけであいつはダメだと人の話聞かないじゃないですか。だから鎌倉幕府のその検問体制論と東国政権論の違い見てると、うん、まともな人ってお互い違いを前提として、うん、あの議論し合ってるのに、うんうんうん、いきなりもう結論のところで、うん、もう鼻からしかもそうしかも議論のところで言ってものすごい下の方の議論の階層 の、うん、あのこういうエビデンスがあるからどうだみたいな、うん、ことばっかりやってエラーなんですよ。先生もそうでしょうけど、はい、まず論理的かどうかですよね。そうですよね、まあ、うん、その論理の前にまず価値観があって、うん、その価値観に基づいて論理的であるか、うん、だからちゃんと組み立てられて筋道があればそれはそれなりに評価すべきものなんだと思うんですよ、そうなんですよね、うんうん、そのコロナの問題って、新型コロナの問題って考えてみると、結局その感染症ってたくさんあるじゃないですか、はい、要するに感染症であるって見方なんですよね、はい、まあ、風邪でもないしペストでもない感染症なんだと、はい、感染症ってのはどうやって起きてどうやって消えていったかっていうことをね、やっぱりまさに歴史の中で見ていくとね、まあ、あの、まあ、中立的っていうか両極端にならないで済むと思うんですよ、はい。だから本当のその学問っていう近代的な学問っていうのは宗教論争から離れるところから出発したのに、このコロナに関しては宗教論争みたいなことやってて、やっぱり人間って神学論争好きなんでしょうね。まあそうなんでしょうね、まあ、暇になると神学論争じゃないですか、うん、まあそれはどの学問でもそうですね、まあ、憲法学なんてもう完全に神学論争ですもん、ね、うん、歴史なんかだってね神学論争みたいなことやってるわけですよね、まあ、でもあの私あの逆に鎌倉時代の専門家じゃないからこそ、うん、その東国政権論と検問体制のお互い宗教が違いますからみたいなことを言い合いながらも認め合ってるんですよ、うん、本当は。まあ中にいる人同士はもう本当はこっちの先生だからこれ言えねえわって知ってるんですけど、うん、でもそれでもまだあのちゃんとした議論はできるなと他と比べると思いますね、うんうん、まあでもほら邪馬台国からね、邪馬台国論争から、はい、まあ、まさにその どっちの学閥かによって決まってしまうみたいな、はい、まあそういうのってガチガチに見えますよね、うん、まあそうなんですよね、うん、何があったって北九州説絶対消えないってそこですもんね、学閥ですからね証拠とかなんかじゃないですよ。まあ邪馬台国は証拠出しようがないですもんね。まあだからほらその卑弥呼がもらったものが出てくると、はい、だけど出てこないですからね。いや、まあ、ちなみに邪馬台国論争に関しては、うん、もう逆にもう邪馬台国について論ずること自体がけしからんみたいな、あ、もう前提条件を否定する議論ばっかりするんで、うん、人文科学者からも社会科学者からも嫌われて、自然科学者からはもうなんかあのキョトンとされますよ、うん、まあ、結局その、まあ、昔のイースター島から何でもそうなんですけど、科学派が分析していかないと、うん、要するに中立的に審判しないと収まりがつかないんですよね、うん、はい、まあ、もう要するにどちらかの立場で議論やったって延々とその神学論争は続くでしょ、うん、はい、だからもう全く関係ない人が科学で見てこうなんだと、うん、例えば知識科学で見てこうだと、はい、まあ、イースター島なんて一瞬にして解説しちゃったわけですよね、はい、うんうん、まあ、科学的な議論できないところでやってもいい、まあ、だからそれがね、邪馬台国はなかなかね地質調査で片付かないから大変だと思うんですよ、うん、だから私なんかはもう根本の大前提で邪馬台国なんて歴史学の対象かと思ってですね、うんうんうん、いや面白いのはね、やっぱり邪馬台国っていうものをその邪馬台国、例えば戦争の、ね、歴史の中で邪馬台国を出す人いるんですよ、はい、これやっぱり面白いというか勇敢だなと思いますよね。え、どういうことですか、うん、それあの古代の戦争史なんて読んでて、はい、まあ、和の豪時代とかその和の大乱とかで邪馬台国時代にもその大きな乱があったみたいなね、はい、あのごくわずかに出ますでしょ、はい、それでそれをこうバーンと出しちゃうっていう そういうのがあって、うん、でそれでそれを北九州だって言っちゃったりして、ね、
うん、まあその随分勇敢というか、これを本にしてしまってこの方いいのかなっていう、かえって心配。そうなんですよね、うん、だから結局あの遺跡の発掘って今歴史学、うん、古代中世、うんうん、でかなり補助的な手法として、例えば永山意外とあの山の方は焼けてなかったみたいな発見されますけど、うんうんうん、でもそのものだけ見てるっていうのは歴史学じゃないですもんね、うんうん、あくまで考古学は、うん、あの歴史学の補助手段であって、うん、そのものを見てやっぱり文章がないと、うん、あの文字に隠されてる資料がないと、うん、歴史再現できないですよね。そうなんです、だから再現できないものをね、乗っけられる、乗っけてしまうっていうことの勇敢さ、うん、そうですよね、それはやっぱり自分なんかやっぱりそこまでできないなって、いくらなんでもね、ここまで俺は書けないなっていうっていう人いっぱいいます、ね、うん、それでその先生もそうでしょうけど、結局その文章にするっていうことの、そのまあ本にすることのその勇気っていうのは、これがそのずっと残るんだと、うん、だからまあその残ってもいいものを書けるかどうかっていうのは、やっぱりそこでこう踏み絵のようにこう感じるわけですよ、うん、いや私もですね、あのこれだけ何十冊も100冊近く本出してきてますけれども、だからこれだけ大量生産してるんで、もう自分が思う100点満点の本なんて、まあ一生に1冊書けるかどうかなっていうつもりで最初からいたんですけれど、ただ絶対この線を切ってはならないっていう、うん、いや本当私あの売れたかどうかよりも作品の質にこだわってて、うん、打作で1冊でも出したらやめようと思ってるんですよ、うん、まあ、それがなかったんで今続けてはいますけど、やっぱり先生の本読んでね、うん、まあ、よくそのちゃんと原点とかね、はい、要するにそのちゃんと持ってきてるな、全部調べてあるなって言えば、これ毎回考え、まあ、それも一人じゃできなくてチームでやってて、うん、漫画家さんのアシスタントチームシステムと一緒なんで、暗山工房という力強い仲間がいるんで、うんうん、まあ、でもやっぱりね、今度そこで迂闊なことを書いてしまうとね、はい、一体そのこの人はこの時こういうふうに言ったというのは、松代まで言われるわけですよ、はい、それだけの勇気を貸してその書くものかどうかっていうね、うん、そうですよね、うん、まあ、本の出しすぎは良くないっていうことですね。そうは言わないですけど、いやいや私はここ声を大にして言いたい。いやでもほら、売れると思ってで適当なことを書いちゃう人っていうのは非常におっかない、はい、うん、歴史でも何でもそうですけど ね、うん、ということで出したら終わりですから。そうですよね、うん、本当に、まあ、ちゃんとした裏付けのある事実がない、うん、いやまあ、本当に私アーカイブとか、まあ、文書管理が自分の一番の専門だと言ってて、論文一本も書いてなかったんで、うん、まあ、その技術論の一端というか、うん、まあ、入り口のところ、うん、まあ、ただこれって本当に仕事に使える技術かなと、逆に、うん、あのなんで書けなかったかっていうと、うん、社会人経験ない人は書けないですね、うん、そうですね、文書管理の方は、うん、だから先生、私ね、そのこれ情報版出すときにですよ、はい、最初の頃商家のこととか出したら面白いんですよ。わかります、あの秦のね、その秦帝国を滅ぼした後ね、はい、最初に文書こう入った、そうそうそう、あれ載せるとね、うん、一層こう際立つし、ありましたね、うん、それとやっぱり農案のことっていうのが、うん、やっぱりその枝葉だけでこうやっちゃってる、うん、まあ、その辺もね、やっぱり本当はその農案に限らず、はい、トータルで持ってくるべきだったっていうのをこう、うん、ぜひ提案したいですね、はい、もうそれやりだしたらですね、うん、まあ、切り何百冊何千冊になるかって、いやだからアーカイブの入り口の方ですので、うん、そもそもアーカイブとか公文書って言った瞬間、アーカイブって誰も知らないし、公文書って言った瞬間、うん、左翼の世界って思われてる人に、そうじゃない世界なんだよっていうことを見せるためのものですね、うん、まあ、商家もね、いきなりあの真の文書を全部がめていったって、金銀財宝に目もくれずそう、あれあの商家の気持ちも分かりますんで、はい、まあ、本当に載せてほしいなと、はい、ということで、はい、ありがとうございました。